どうですか、リンゴ屋さん、分かってます？もう分かってます。トマトも思ったんだけど、僕からは灯油とか原油とか原価ね、高いよ。全然違うん。違うんじゃない、あれ知らないけど。あ、炊いてないんですか？炊いてるよ。炊いてるけど、請求書が来るまで分かんないんだね。おっかねえの。だって、もうこれおっかねえじゃねえ。だって、もうかないわけにいかないだろ。道理で頼むからさ、終わるから終わるよ。重油？重油。だから終わるよって電話するして、道理でこうね、はい。1キロ入れましたよって。1キロそんなにでっけん。そうだよ、これを。千リッター平の。そうだよ。タンクにそれを入れるんだよ。それが3箇所、ハウスが4つぐらいあるからさ。だから終わると困るから2つくっつけてあるのもあるしさ。だから4トン、4トン。ハウス ?1、2、3。今4つか。4つだね。そうすれば、あれだよ。10台だけで200万、300万だよ。だから、割ってみないとわかんないよ。そんなに、ね、そんな、中で売んなきゃじゃない、それだけ売るの大変だ。そうだから、水物っていうかさ、経費のかかんない人から見れば全然だよ。いや、施設園芸ってやっぱりかかるんですね。かかるよ。だからそうやって、あの、手間だけでリンゴとかああいうのさ、こういうふうに考えれば、苗木だって一回植えればいいだろう。トマトなんか毎回苗買うんだから。苗だって、うちなんか100万ぐらい買うじゃん。で、これ公開するのに蜂だろ。蜂が約3万。それ1シーズンに4回ぐらいかな。私が入れてるわけじゃないからわかんないけど。それだってほら、1ハウス1つだからさ。4、いくら？細かく計算すれば。4、4つの4、16？ 16かける3が蜂のお金だから絶対かかるだろ。約50万だ、400万だ。そうか。だから終わってみなきゃ分かんないんだよ。こう見るとさ、金額がいいから高くに見えるだろ。絶対通してないので、僕は。この人、ハウスの投資もかかって、しかもそれに伴って、要は変動費もかかるわけで、そうそうそう、作れば作るだけ重油炊かなきゃいけねえとか。そうそう、だから、山の方の向かうのがちょうどいいんだよ。で、向かうのはさ、無加温っていうか、抑制のトマトがさ、結構高いんだよ。それで暖房費がないだろ。だから早く作って山の方がいい。でこの辺はみんな加温だからね。で、加温って結構値段が高そうです、高くなる。一斉に出てくるから。みんなどこにも同じハウスがある。だから大体それで同じようにできる。そうなんだ。そう、だからこの、暮れてくる冬の終わりには高くないっていう。はいはい。うちが相場になるから。どうですか？ん？250円です。250円？ええ、甘いですよ。そうどうぞ。衣装がいいの？じゃあまた僕は、目の前でリンゴ詰めなきゃいけない。どうも、ありがとうございます。さあ。ということで、トマト農家のお母様から